地熱発電、地熱発電、地熱発電、地熱,熱発電、とは、地熱、主に火山活動によるを用いて行う、発電のことである。再生可能エネルギーの一種であり、太陽の核融合エネルギーを由来としない、数少ない発電方法の一つでもある。ウランや石油、石炭等のいずれは枯渇するエネルギーに依存せず、地球温暖化や、 大気汚染への対策手法ともなることら、環境保全とエネルギー安全保障の観点から、各国で利用拡大が図られつつある。地熱発電は、地熱によって生成された水蒸気により発電機に連結された蒸気タービンを回すことによって、電力を発生させる。地熱という再生可能エネルギーを活用した発電であるため、運転に際して、 いわゆる温室効果ガスの二酸化炭素の発生が火力発電に比して少なく燃料の枯渇、高騰などの心配が少ない。また、太陽光発電及び風力発電といった他の主要な再生可能エネルギーを活用した発電と異なり天候、季節、昼夜によらず安定した発電量を得られる。資源量も多く、特に日本のような火山国においては 大きな潜在力を有すると言われる再生可能エネルギー一種源を参照。一方で探査、開発に費用と期間を要する温泉の湧出油量の減少、枯渇を懸念する観光業界や地元自治体からの反対、初期費用が高い火山噴火などの自然災害に遭遇しやすいといった難点もある。現在利用されている 地熱発電の発電方式として、主に、ドライスチーム、フラッシュサイクル、バイナリーサイクルの三つの方式が用いられている。さらに、将来技術として、熱水、蒸気資源がなくとも、発電可能な高温岩体発電の研究開発も行われている。また、発電タービンで利用した後の蒸気の取り扱いに、監視、そのまま大気放出する方式を排圧式、蒸気を冷却して、 水に戻す方式を複水式と分類する。以下に、それぞれの詳細を説明する。蒸気発電を行う場合、蒸気から得られた蒸気がほとんど熱水を含まなければ、簡単な湿分除去を行うだけで、蒸気タービンに送って、発電を行う。このような発電方式を、ドライスチーム式と呼ぶ。日本での実施例に、松川地熱発電所、八丈島発電所などがある。 地下の温度や圧力が低いため地熱発電を行うことが不可能であり、熱水しか得られない場合でも、アンモニア、ペンタン、フロンなど水よりも低沸点の熱媒体、これを低沸点流体というを熱温水で沸騰させタービンを回して発電させることができる場合がある。これをバイナリー発電、バイナリーサイクルという。天然の熱水や蒸気がとぼしくても、地下に 高温の岩体が存在する箇所を水圧破砕し、水を送り込んで、蒸気や熱水を得る、高温岩体発電、ホットドライロック除マルパワー HDR、または、エンハンスの除マルシステム X の技術も、開発されている。地熱利用の機会を拡大する技術として、期待されている。既存の温水資源を利用せず、温泉などとも競合しにくい技術とされ、 日本では 38GW 以上、大型発電所40基着に相当に及ぶ資源量が利用可能と見られている。多くの技術的課題は解決している。2000年から2年間実証実験、発電が実施されたが、コスト増を理由に中止されている。またならば、コストも9円、キロワットアワーまで低減する可能性が指摘されているが、日本国のように、 地下構造の変化の大きい地域で240メガワットの発電所建設が可能かどうか調査が必要としている。2008年には Google がベンチャー企業などに1000万ドルを出資して話題になった。2010年時点ではオーストラリアのジオダイナミクス社によって75メガワットの大規模な高温岩帯地熱発電プラント建設が進められている。 さらに将来の構想として、マグマたまり金棒の高熱を利用するマグマ発電の検討が行われている。開発に少なくとも50年はかかると言われるが、潜在主原料は 6TW に及ぶと見積もられ、これを用いると日本の全電力需要の3倍近くを賄えるだろうと言われている。地熱発電で利用されるタービンには、排圧式と複水式がある。 排圧式タービンはタービンで利用した後の蒸気を大気に放出する。工術の複水式に比べおよそ2倍の蒸気を必要とする一方、設備が簡易で安価であり、開発、試験、予備等が目的の設備に向く。比較的短期間で製作、設置が可能であり、主に数メガアット程度の小規模設備で用いられる。複水式タービンはタービン利用後の蒸気を 複水器で凝結させて、水にする。設備が複雑で、後期も長くなるが、蒸気の利用効率は高くなる。比較的大規模な設備で用いられる。蒸気を採取するための構成、蒸気位、生産位の深さは、地下の構造や水分量などによって異なり、数十メートルから三千メートルを超えるものまで、様々である。通常は1キロメートル以上3キロメートル以下である。 掘削には、油性と同様の設備、技術が多く用いられているが、石油性などでは、厄介なトラブルとされる逸水という現象が、地熱位においては、地熱貯留層との工作を意味するため、掘削の方針や方法は、必ずしも同様であるとは言えない。蒸気発電及びバイナリー発電では、発電に使った蒸気、複水器で凝縮されて、 水になるや余った熱水を地表に放出、放流させると地下の蒸気や熱水が枯渇してしまう恐れがある。また、熱水に含まれる金属などの成分が、河川や故障の水質に影響を与えることも懸念される。そのため、発電に使用した後の蒸気や熱水は構成、井戸を通じて地下に戻すことが行われる。これを還元という。還元用の井戸、還元位。 還元、無性は蒸気よりも浅いことが多い。還元位は当初から還元位として掘削される他に勢いの衰えた蒸気位が転用されることもある。一方、還元する量が多すぎたり場所が悪かったりすると、地中の温度を下げたり、地中の蒸気や熱水の流れを乱してしまい、発電に利用可能な蒸気や熱水が得られなくなることがあるため。 還元の際は適切な場所や量を選定する必要がある。蒸気や熱水が溜まっている地中の部位は貯留層と呼ばれるが、貯留層の温度や水分を維持するために蒸気の利用や還元を計画、実施することを貯留層管理という。貯留層管理は地熱資源を持続的に利用するために重要な技術である。 発電に伴う余熱や温水を複合的に利用する事例もある。余熱を温室栽培に活用したり、温水を利用するとともに発電所自体を観光資源にしている冷凍が見られる。地熱発電は、地熱のエネルギーを利用して発電し、発電時に化石燃料を燃焼させる必要がない。このため、発電量あたりの二酸化炭素排出量が低く。 建設等に要したエネルギーも通常1年程度で回収出る。ただし、火山性ガスには二酸化炭素が含まれることが多く、例えば、柳津西山地熱発電所のように、発電量あたりの二酸化炭素排出量がガス火力発電並みに大きい場合もある。地下との熱水の出入りにより微小な地震が発生することがある。ただし、 通常は高感度な地震計でしか感知できないような無感地震である。また、大規模な地震を誘発させた例もない。小規模地震が多発した例としては、スイスのバーゼルにおける地熱発電では2006年から開発が進められたが、M3 クラスの地震が頻繁に発生して、家屋や建物に約700万スイスフランの被害を及ぼ調査の結果、 開発を続行した場合、最大 M4.5 程度の地震の誘発が起こり得ることが指摘されたため2009年に開発中止になった。日本においては影響が出た事例はないが、海外においては温泉の還元不足などから地熱発電が温泉に影響を与えた例がいくつか確認されており、日本のように還元位での資源管理や環境対策が割れていなかったり、 規模の違いが海外の事例においては指摘されている。これらの基本的な対策がなされた場合、原理的には温泉の輸出量減少の原因となることはない。地熱発電は計画から建設まで20年以上の期間を要し、井戸の穴掘りなど多額の費用がかかる。しかし稼働後は他の自然エネルギーと比しても高い費用対効果があり、2005年での 調査では8.3円、キロワットアワーの発電コストが報告されている。特に、九州電力の八丁原発電所では、燃料がいらない、地熱発電のメリットが、原価消却の振興を助けたことにより、近年になって7円、キロワットアワーの発電コストを実現している。しかしながら2013年度の固定価格買取制度においての買取価格は15。 メガワット未満15メガワット以上、26円税、レフネームイコールサイエネ、買取、価格、買取価格、期間等、レフであり、今後新設される、地熱発電所について利用者側から見た価格は、他の自然エネルギーと比べても高い。各発電所ともに、所定の出力を維持するために、補充位の掘削を実施。平均して点一年に一本の頻度で掘削。 大岳、オールマを除く補充油を掘作したとしても、ほとんどの発電所が、所定の出力を維持できていない。実際、年間発電電力量は2012年のエネルギー白書によると1997年の37.57億キロワットアワーをピークに2010年には26.32億キロワットアワーと約、約29.9%低下している。公表されている資料から、 蒸気量と発電量との比より求められる、日本の地熱発電所の平均発電熱効率は15から20%の範囲である。このため、発電量の4倍以上の熱が地上に放出される。ほとんどの発電所が山中にあるため冷却手段は冷却灯を用いるしかなく、地下からの蒸気量を同じオーダーの水蒸気が放出されることとなる。1919年に、 帝国海軍中将、男爵山内万術が、大分県別府で、地熱用噴気口の掘削に成功し、1925年、これを引き継いだ、東京伝統研究所長、立川平治が、実験発電に成功した。これが、日本での最初の地熱発電とされる。しかし、出力にして1 1 2ットと微力で、あったことから、山内の死後ほどなくして、 地熱発電の実用化は立ち消えとなった。実用の地熱発電所としては、1966年10月8日に、松川地熱発電所、岩手県八幡大使が営業運転を始めたのが最初となる。日本における地熱発電の発電量は、2010年段階でおよそ530メガワット、他の発電を含めた、総発電量のわずか0.2%である。 これは中規模の原子炉1基分の発電量に相当する。地熱発電が比較的盛んな九州においても総発電量の2%に過ぎない。日本において地熱発電の普及が低迷してきたのは開発に際する国定公園、国立公園の規制と温泉地からの反発が主な理由だと言われている詳細工術。それでも日本列島は 火山の多い環境のため、日本国内の地熱発電の埋蔵量は多く、約 33GW、3 33, 万3000メガワットにも、なると見積もられている。燃料の大部分を、国外からの輸入に頼る日本としては貴重な、国産エネルギーともなりうるため、地熱発電の開発を積極的に進めるべきとの、指摘がなされている。また地熱発電に関わる、 日系企業の技術は高く、140メガワットと一気としては、世界最大出力の地熱発電プラント、ナーアプルア地熱発電所マイナスを、富士電気システムズ、現在は、富士電機、旧富士電機 HD に吸収合併、さらにそれを上回る166メガワットのタービン発電機、テミヒ地熱発電所マイナスを東芝がニュージーランドに納入するなど、 2010年の時点で、富士電機、東芝、三菱重工の日本企業3社が、世界の地熱発電設備容量の70%のプラントを供給している。一方、日本国内の地熱発電に関わる研究は、長年冷遇されており、1997年の新エネ法で、地熱発電が新エネルギーから除外され、国内での研究がほとんど行われない状態が、 続いていた。2003年から始まった電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法、RPS 法の対象となる地熱事業は熱水を著しく減少させないものという条件付きで実質的に蒸気フラッシュ型が認定を受けにくい制度であったことから日本国内の市場展開も滞り、文字通り2000年代は地熱の 冬の時代が続いていた2008年にバイナリー発電のみ新エネルギーに復帰し、地熱発電の使用をなす、フラッシュ発電の可能性が制度上なくなった。同年、経済産業省で地熱発電に関する研究会を発足、2010年度には地熱発電の開発費用に対する補助金を引き上げを検討はしたものの、実現にはほど遠い状態であった。 2010年には民主党政権の事業仕分けの対象に地熱開発促進調査事業と地熱発電開発時が含まれることになり、存続そのものが危ぶ生まれたが、2011年の東日本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所事故により再生可能エネルギー開発の一環として地熱発電の新規開発に向けた規制緩和に関心が持たれるようになった。 例えば、環境省は、同年6月にも、地熱発電所設置における二大課題である、国定・国立公園に関わる規制及び、温泉施設にする影響評価の見直しを始めた。翌2012年には、地熱発電を含む、再生可能エネルギーによる電力の買い取り価格を、15年間の、間1キロワットあたり42円と決定した。さらに、国定国立公園に関わる、 規制の緩和も進み、工術する小規模地熱発電の稼働に向けた数調査、計画が始められている。地熱発電の設立が日本で積極的に進まなかった大きな理由の一つとして、発電所の候補地の多くが国定公園、国立公園に指定されていることがあった。1972年、昭和47年に当時の通商産業省、現、 経済産業省と環境省の間で交わされた季節の発電所を除き、国立公園内に新たな地熱発電所を建設しないことを訳する覚書により、事実上発電所の新設が認められていなかったのである。日本地熱学会などの推進派は、国立公園内にも巨大ダムや大型施設が立地していることから、環境省の裁量次第で、 地熱発電の建設ができると反論していた。環境庁も前述の通り2011年から見直しに入り、2012年には国立公園内の開発工事が届出が不要になるなど規制緩和が進んでいる。地熱発電の開発が進まないもう一つの大きな理由として周辺の温泉地からの反対があった。これは地熱発電の新設により温泉の枯渇、 油量の低下、温泉の温度低下、景観を損なう恐れがある反発が根強い。実際、日本温泉協会が地熱開発に反対を表明している。また、群馬県の妻越村では2008年、平成20年に地熱発電の計画が浮上したが、その予定地が草津温泉の源泉から数キロメートルしか離れていないため、温泉に影響が出る可能性が 必ずしも排除できないとして、草津町が反対を表明した。草津温泉では、地熱発電と温泉との因果関係の有無を検証するための地下ボーリング調査等を行うことにも反対している。しかし、地熱発電推進派からは、地下の地熱エネルギー及び温泉資源についての科学的調査の結果、日本においては、地熱発電所の開発規模が外国と比較して、 小さいことや地熱資源の維持に最新注意が払われているから地熱発電所が温泉などの周辺環境に影響を与えた事例が一例もないとも反論されている。また地熱発電所と温泉、観光地との共存共栄は可能であるとの見解を示している。温泉地からの反対は地下熱源の利用をめぐり地熱発電所と周辺の温泉等を調停する仕組みが 確立されていないため解決が難しくなっているという指摘もある。例えば、利水利用にあたっては、水争いと言われるような歴史があり、上流の地域が利水圏を独占することはなく、上流とか流とが調停する習慣が古くからあった。しかし、地下熱源に関しては、これまで温泉業者だけが温泉圏を独占し、既得権益としてきた。そのため、地下熱源をめぐっても、 地熱発電と温泉地との間で協議できる調停の仕組みが新たに必要だという火山の多い東北地方や九州地方の一部に集中している北海道電力九州電力の発電所名には地熱がつかない八丁原発電所では近年になって7円キロワットアワーの発電コストを実現している地下の地熱貯留層を管理し 地熱を枯渇させないためには、プラント一機あたりの発電能力は、一般的な水力発電と同等の数十メガワット程度と小規模となる。プラントは小規模ながら、計画的な消耗品の交換と貯留層の管理を行うことによって、長期間にわたって安定した電力を供給でき、なおかつ事故のリスクも小さいことから、エンジニアリングに精通している極少数の労働者によって、 運転や保守点検が行われている。現在、消耗品や貯留層の管理にかかるコストの高さが国内での地熱発電の普及を妨げる障害となっている。その他、カウンターテロリズムの観点から地熱発電に注目すると、重要防護施設としての性質上、ゲリラコマンドや不審船からの襲撃に備えて、原子力関連施設警戒隊の常駐が行われている。 原子力電所や防災上、一定の能力を有する自衛消防組織、自衛消防隊の常駐が必要な火力発電所など、他の発電方式と比べて、セキュリティ上の懸念も少ないことから、無人で運転されている発電所が多い。無人の発電所の様子は、遠隔地にある施設に勤務しているオペレーターから、データ通信を用いて、常時監視され、必要に応じて、 専門家が現地に赴いて管理や修繕作業等を実施する。このほか、検討中、工事中等のものとしては、下記のものがある。世界最初の地熱発電は、1904年7月4日にイタリアのラルデレロにおいて天然蒸気を利用した実験運転が行われ、1913年に発電所としての商業発電が始まった。 1942年には、創出力12万キロワットにもなったが、この時の発電所は、繊細で消失した。戦後改めて発電所が建設され、2010年現在、同発電所の発電能力は543メガワット、年間発電量は約50億キロワットアワーと、中規模の火力や原子力発電所一気分に匹敵する電力を供給している。 2005年の世界の地熱発電設備容量の合計は8878.5メガワット原子炉にしておよそ8基分である。全世界の総発電設備のうち地熱発電の割合は約0.3%になっている。国別州はアメリカ合衆国でこのうち約9割がカリフォルニア州に集中している。他にネバダ州、ユタ州、ハーイ州で 自熱発電が行われているが、エネルギー省では、西部、南部の州で、自熱エネルギー開発を進め、2006年までには、自熱発電所のある州を8州にまで増やす、計画である。アメリカに次いで、発電容量が多いのは、火山国フィリピン。フィリピンは国内に建設を進めていた2基の原子力発電所を、運転開始の直前になって廃絶し、代わりに、 同じ発電設備容量の地熱発電所を建設した。フィリピンは国内総発電量の約4分の1を地熱で賄う地熱発電大国である。産油国であり、また500から600の火山が存在し世界の地熱埋蔵量の4割を有しているインドネシアでは化石燃料の枯渇法を見据え、2015年までに国内の電力のうち 4.5GW を 地熱発電でまかない2025年までに 9.5GW の地熱発電を実現させることで化石燃料を節約するエネルギー安全保障戦略を国として打ち出している2014年にはスマトラ島北部のサルーラ地区で出力330メガワットの地熱発電所の建設が始まっているインドネシアの地熱発電も参照のことアイスランドにある スバルスエンギ技術発電所では発電用に組み上げた地熱海水を利用して世界最大の露天温泉ブルーラグーンが運営されているアイスランドでは地熱発電と水力発電だけで電力を賄うことを目指すエネルギー安全保障戦略を追求しているさらに将来において燃料電池で稼働する車両や船舶が一般にも普及した場合は その燃料となる水素を調達するために、地熱発電所をさらに開発するとの国策が示されている。ニュージーランドでは原子力発電をしないことを国策としている。そのため、原発に代わる発電方法として、地熱発電を推進している。国別の地熱発電容量の合計は、発電容量の合計順に、下記のようになっている。地熱発電割合は、 地熱発電容量計を送電力設備容量ではあったもの。2011年火山など地熱資源の乏しいドイツでバイナリー発電がすでに実用化されている。地下1キロでは30度温度が上がり、深さ4キロの井戸を掘れば100度の地熱エネルギーが得られる。ドイツでは3カ所の地熱発電所が稼働している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。